前持ってる人間は包丁の刃が戻らないようにしてるんです。戻しちゃうと中でこう包丁が暴れてこう身にだんだんにこう包丁が入っちゃってそこがやっぱ色変わりやすくなっちゃうんで全体的にこうスーッと下ろせばツヤが出る。そこに当たってだんだんとこうやって丸くなる、ね、一緒にヌルも取れるし、一番硬いんですよ。火が通りにくいんですよ。頭の下が。だからある程度立ち入れることで火の通りの周りが違うんですよね。馴染んでくるんですよ。皮と鶏の油ですよね。乳化していくんですね。そのタイミングが一番卵を投入するタイミングなんです。卵はそんなに混ぜません。なんですか？白身のコシがなくなるからです。もうこれでおしまいです。